そして B2 通算999得点、今日にも1000得点に達するかという小田拓也。大塚、オマラの罪を使って大塚が突っ込んでいく、これを決めていきました、同点です。そして横へスティールです、ターンオーバーから一気にいけるか、決めた、スリーは東海エアボールして続いている、リバウンド使いましたがアウトオーバー。ここまでずっと2ポイントで両チーム来たんですけれども、この杉本のスリーポイントが決まって流れが変わるか、コモダが決まった、これで自身通算 B2 1000得点達成です。振り強く決まってきています。非常に競った展開がここまで続いています。スピードを上げてきてレイアップ決まりました。さあオマラがどうしていくのか伺いながら自分でいくのか、ターンアラウンドからのシュート決まっています。しかしこれは決まりません。奈良が守りきりました。非常にいいディフェンスを見せています。ラキーム・ジャクソンのスリー、これは空いていた、フリーになっていました。ラキーム・ジャクソン伺いながらジャクソンどうするか、スリーを狙った長谷川決まった。さあ一気に6点差まで広げました。名古屋は非常に高いスリーポイントの成功率があります。ジェロームクルマも積極的に狙っていきました。さあここはオマラ決まっています。同点までは許してもその後必ず得点をしています。第2クォーター始まって3分のところスリーを打って決まっています。木村からオマラ、オマラのショット決まってエンドワン、バスケットカウント。ジャクソンから外に出して時間が減っていく中オマラが狙っていったスリーポイントです。時間がどんどん減っていく中バックコートに押し戻されようかというところ長谷川ドライブからショット打ちました、エンドワンです。ファール笛が鳴った後しっかりボールがリングを通りました。ジョン・オマラ、ローソンに対しますがここはしっかり決めています。まずは点差を4点差から2点差に縮めました。2まで守ります。ドライブしてラキーム・ジャクソン決めてきた、これで奈良も50点に到達です。4点を追いかける奈良攻撃、残り1分20秒を切っています。さあオマラからラキーム・ジャクソン、エンドワン、2ポイント決まってさらにボーナス1スローです。奈良は木村からスクリーンを使って木村が行った、こちらもスリーポイント決まった。残り7分20秒を切った展開、外に出してオマラ、ファールだ。ラッキングジャクソンから長谷川が手を挙げています。そしてオマラ、ジャクソンに通してエンドワン、バスケットカウント。外国人コンビでまず2点を取っています。